車列車さんから平石ウルハ。その平石ウルハ、兵庫県出身で地下鉄に電車列車さんからの参戦となっています。元を計算していきます。駅26番は高瀬プランニングから田辺隆一です。非常に丁寧かつしっかりと上に上がってくる地下鉄も残しています。今回こそはの優勝を目指して頑張っていただきたいです。今シーズンは逆転の全国を決めました。一気に勝負で優勝を目指しています。駅27番は HKC から次にはあの原田カートクラブからの参戦になります。父の時に拝見をした時にもまたすごく小さかったのにもうどんどん成長して体の方も大きくなってきます。手が取れてなってきます。今シーズンできるでしょうか。楽しみです。30番のサーフィングレーシングから福岡大河。今シーズンマックスのフェスティバルがもう終わったんですけれども、フェスティバルっていうことは本当にレース数が多くて予選シートが総当たり戦になってくるんですね。でもう10年代ぐらいで総当たり戦が4回ぐらい行われてる。でその中でようやくプレファイナルが行われて、で決勝になるんですけど、そのプレファイナルの時にゴールをなかなか落とせないそのレースでゴールに上がってきて、もうそれで大体アップリストだったのが惜しいんですけど、それでもすごく力をつけてきた考え人生になったのではないでしょうか。その後藤高平に最終コーナーから立ち上がってまいります。継続がすでに開始になっています。5分間のタイムトライアル、すでに実施が終えておりまして、現在のところが決勝なのは26番の田辺隆一がトップタイムをマークしています。タイムは28秒035。今引き付けていますのが秋枝陸、3番手が中井優斗。こういう状況で2番手3番手の差が100分の1秒とかなりの僅差となっています。体をつけて
佐藤悠基は4番手に浮上しました。